ちは、ともひろです。ちょっとドタバタしちゃいました、準備。今回は人生4度目の筑波サーキット TC2000 を走っていきたいと思います。今回はガレージ123さんという埼玉にあるロードスターのショップ主催の筑波サーキットでの走行会になります。一応15分が2枠あるということで、合計30分になるので、まあ、ちょっと気合い入れて楽しく走っていきたいと思います。ちょっとドタバタしちゃって、心が落ち着く前にスタートになってしまいました。頑張るぞで、走れるんで、クリアもすごく
して今最終コーナーまで5秒とかって書いてあるから8と思ってた。ということで2枠目になります。2枠目はですね、さっきも言ったんですけども、途中からプロの方にね運転していただけるということで、実際自分が走れるのは約5分ぐらいみたいなので、まあ今回ねそれもあって1番目にちょっと並びに来たので、一発目からちょっとアタックをして、まあ時間ギリギリまで頑張って走ってみて、その後に、1回ピットに戻ってきてプロの方にやっていただこうと思います。こんな機会なかなかないので楽しみです。Thank you.
まるぞ。しっかり止めて。めちゃくちゃいい勉強になった。ビビるわ。
まで突っ込めるんだなっていうのが分かりましたね。まあ、もちろんリスクはあるし、僕の腕でそれができるかっていうところもね、問題なので、全く同じことが真似できるかは思いませんが、ただ車的にやっぱまだそれぐらい限界はあるんだなっていうのは思いました。いやー、すごかった。これは最高でした。